自分の笑顔が気持ち悪かったことに気づいた時がすれたい。不細工なのは分かっていたから、写真や動画を撮られるのは極力避けてた。でも、中学の頃、そろそろそういうのも慣れないとダメだと考え、カメラマンが同行する校外イベントで思い切って写ってみた。数週間後に廊下に張り出された、満面の笑みの不細工は地獄だったね。鏡を見るときはほぼ真顔だから気づかなかった。事情を知っている友達は珍しく頑張って写った私に何か言おうとしてくれるも、かわいいかわいいと半笑い。普段からこんな顔を晒していたのかと恥ずかしくなって、それ以来は笑うとき口元を手で隠したり、笑うとき顔を背ける癖がついてしまった。しかめっ面のブスと愛嬌の良いブスなら、後者の方がいいのはわかるんだけど、物には限度がある。今は、極力気持ち悪く見えない笑い方を探している。